もう2位になったら終わりですか。もう2位になったら仕事はできないと思って間違いない。全くノーちゃん、ノーちゃん、もう2年後のために1年。弥生さん、内側の手釣り上げて、内側の手釣り上げて、脇の下までね。そう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 、中に行って、そっから外スキーっていうね。弥生さん、それは手前出しちゃうから逆にローテーションしちゃうね。ね、これも内足立ちだから、これも内足立ちね、これもダメ。今ね、まだちょっとそれは、お、今のは OK だけど、こっちは外だね。左足一本で滑ってる。弥生さん、逆に言うとね、左足一本で滑ってる。最後外近づいてって、その内線をほどいてって、外線内足まで持って、弥生さんちょっとケツ下がるね。弥生さん、これ最後ここで蹴らないで、ここで低く、ちょっと腰があれだね、向きおかしいね。あんまり遠く走らないで、滑らないで、下に向け、内足離しちゃダメよね。外と内足、外に、ブーツ、まあ手もちろん大事なんだけど、ブーツね、すぐ横向けちゃダメですよ。ちょっとスタンス狭くして、スタンスつくんで、ちょっと早いんかな。返す、違うでしょ、手返す、もう絞って、もう足出すだけじゃなくて、まあ、自分どっち選択しても、いいですよ。カービング系主体にしても、テールをこう出していくタイミングと合わせて、脚部ね、足を押し出す、山足で立たないで、両足で外足返す、伸ばしすぎてるね。腰が低くてエッチングで伸ばしてる感じするね。切り替えで低くてエッチングしてる時に伸ばす。